10番今井恒雄議員。それでは議長のご指名をいただきましたので発言通告書に従い総括方式で1点ではございますが質問させていただきます。高齢化が進む中で自治会でも健やかサロンにおいてフレイル体操等を実施していただき高齢者の皆様が少しでも社会参加ができ元気で暮らしていただけるようにと取り組んでいただいておりますことは私も承知しておりますが関わっていただいている皆様に感謝申し上げます。高齢化に伴い普段からの予防や健康チェックが大切になってくると思います。市としてもさらに啓発活動等の取り組みに力を入れていただきたいと考えております。そこで今回は骨粗鬆症の、に焦点を当て質問させていただきます。骨粗鬆症は、骨の老化などが原因となっているなって、骨量が減少し骨がもろくなって骨折リスクが高まってしまう疾患です。骨に、含まれるカルシウムやマグネシウムなどの、ミネラル量は20歳から30歳頃の若年期をピークに年を重ねるとともに減少していくと言われています。骨密度が減少することによって骨粗鬆症と言われる状態になり、背骨が体の重みで潰れたり背中が曲がったり変形による圧迫骨折をきたしたりとしちょっとした転倒で骨折するといったリスクが発生しやすくなる疾病でもあります。本市においても骨粗鬆症の検診を済生会守山市民病院検診センターで実施していただいておりますが以下の点について健康福祉部長にお伺いいたします。一つ、本市内の検診の対象者数はどれくらいおられるのか。二、近年の検診者受診者数の状況はいかがでしょうか。三、予防啓発についてどのような取り組みをされているのか。四、今後の検診受診の促進についてどのように考えているのか。五、市の骨粗鬆症検診として済生会守山市民病院検診センターで、検診を実施していますが他の市内専門医療機関でも検診を実施することはできないか。以上お尋ねいたします。健康福祉部長。それではご質問の骨粗鬆症検診についてお答えします。1点目、市内の検診の対象者数については骨粗鬆症検診は健康増進法に基づき骨量減少者の早期発見、早期治療を促し、骨粗鬆症を予防することを目的に、40歳から70歳までの5歳刻みの女性の方を対象に実施しており、近年では約4000人程度となっています。次に2点目、近年の検診受診者数の状況については、令和4年度は162人、令和5年度は258人の方が受診されております。受診率としてはそれぞれ 4.1%、6.6% となります。本年度においては6月末までで101人の受診者数を見込んでいます。3点目、予防啓発の取り組みについては地域の介護予防のための自治グループ活動の場や自治会等で実施されるサロンでの出前講座、市主催の健康相談会において骨密度測定を実施し骨のセルフチェックをきっかけとして骨粗鬆症の予防啓発を実施しているところです。また10月20日の世界骨粗鬆症デーに合わせ市役所でのデジタルサイネージや市広報、有線放送等でも啓発を行い市民の皆様に病気に関する知識を深めていただき受診による早期発見、早期治療の重要性を認識していただけるよう取り組んでいます。4点目、今後の検診受診の促進については現在対象者への個別勧奨はがきや国民健康保険加入者への検診案内の送付、
健やか健康ダイヤル等において啓発を行っており、今後も引き続き個別鑑賞等により受診者数の増加に努めてまいります。5点目、済生会森山市民病院健診センター以外の医療機関でも市の健診の実施ができないかにつきましては、現在市の実施機関、健診実施機関は対象者数や医療機関の状況を踏まえ委託をしています。今後より多くの市民の皆様に受診していただけるよう、受診者の利便性を高めるため、医療機関の意向を確認する中、検診実施機関の拡充について検討してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。10番、今井恒雄議員。ありがとうございます。今までですね、令和4年度、5年度と、4年度は162人と、5年度は258人、今後ですね、約4000人の方に対して、はがきでご案内するということですけれども、市民病院の受け皿、また等ですね、どういうように考えておられるのか、最大限4000人の方を送ったら、4000人の方を、来るという見込みもあってもいいのかなと思うんですけれども、そこまでないのかも分かりませんけれどもですね、最大限努力する必要があって、それは予防というところでしっかりと取り組んでいただきたいということを考えております。高齢者になって、骨がもろくなると、転倒してしまうと、大腿骨の骨折ということになると、介護費の方もかかってきますので、しっかりとして市としてもですね、取り組んでいただきたいと思いますけど、さらに強く PR していただいてですね、取り組んでいただきたいと思いますけれども、もう一言なんか決意をよろしくお願いいたします。緊急福祉部長。それでは再度のご質問にお答えさせていただきます。まず検診の受診率向上につきましては、個別鑑賞が有効と考えておりまして、今現在の先ほど申し上げました受診率を考えますと、受診機会の拡大のもう一つの策だと考えますが、まずは検診対象者の方々に受診に関する関心を持っていただくことが必要と考えております。そのためですね、個別鑑賞のやり方の工夫も含めましてですね、効果的な周知啓発の方法に今後とも努めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。